小人の催眠が解けません、というスレッドを立てた1。話によると、ある本の手順通りに思考実験を行った結果、左肩に小人が見えるようになり、その小人が突如暴走し始めたのだと言った。動画を見る前に、皆さんへ忠告。決して、これらを実行しないでください。かなり急いでます。2ヶ月ほど前、とある本で、小人の催眠、というものを知りました。なんでも、自分の左肩に小人が腰掛けている様子をイメージすると、その小人が自分の迷う時にいつでもアドバイスをしてくれる、というものでした。一日中その催眠トレーニングを続けること、1週間。次第にその小人を意識することができるようになり、左肩にその小人の重さを感じることもでき、とうとう鏡を見てもその小人が本当に見えるようになりました。しばらくは本当に幸せでした。その小人は自分をピープルと名乗っていて、朝起きた時には、おはよう、今日も一日頑張ろうね。など、一日中いろいろ話をしてくれました。ところが、2ヶ月ほど経ったある日を境に、ピークルが暴走を始めました。きっかけは、友人との喧嘩です。私が、その友人に殺意を覚えてイライラしていると、ピークルの緑とオレンジの服装がすべて灰色のものに変わっていたんです。その目つきは凄まじく、今にも私の首に噛みつくのではないか、というほどの形相でした。そしてピークルは、殺せ、殺せ、首を狩れ、さもないと貴様の首を狩る、と言ってきたのです。それ以降のことはお察しいただけると思います。3日前には、本当にカッターナイフをカバンに忍ばせて、寸前のところで我に帰りました。どなたか、この催眠を解く方法を知らないでしょうか。ピークルは、半日は寝ています。ところが、目を覚ますと手がつけられなくなります。一応、ピークルを起こさないように意識をコントロールする術は次第に身につけてきたのですが、その分、目を覚ました時の反動がすごいんです。どうか、皆さんの全総力を挙げて、何か情報を提供していただきたいのです。お願いします。この1の投稿に対し、まずすれないからは、小人の本、をどこで手に入れたのかをとお声が上がった。その本についてです。原宿のラフォーレの近くにある、ブックオフで見かけた本です。出版元著者はわかりません。自己開発系の啓発本でした。2ヶ月前なんで、詳しくは覚えてないんですが、催眠が解けない、という催眠も同時にすると良いと書いてあったので、ちっとも解けないんです。どなたか、催眠に詳しい方いらっしゃいませんか？あと、都内に催眠術センターのようなところはありますか？どうやら1は、小人の催眠に記載された催眠を実施しただけでなく、催眠が解けないための催眠を、自らにかけている模様で、これらの非現実的な1の投稿に対し、幾度もスレ主の悩みを解決してきたスレ民も、今回ばかりは解決が難しいかと思われたのだが、1の悩み解決のため、ドラえもん氏をはじめとするスレ民たちが、その明晰な頭脳を使い始めた。おそらく地道に自己暗示をかけていった結果のことなんだと思います。じっくり時間をかけてそのレベルに到達したわけですから、暗示を解くのもきっと長い時間がかかるでしょうが、一つだけ方法があります。それは、ピークルの言うことを本当に実行すると自分がピークルに殺される、という自己暗示をかけるのです。これは根本的な解決にはなりません。しかし犯罪は防げると思います。ドラえもん氏はこのように、目には目を、催眠には催眠で対抗するよう提案するのだった。はい、一日中催眠をかけていたのが、よっぽど悪いんだと思います。その友人との喧嘩について書きます。その友人は、高校時代は補導歴もたくさんある元ヤンです。一応僕はそれなりの大学に通っているのですが、その友人も猛勉強の末、二浪して私の同期として入学しました。友人になるきっかけは、クラスコンパで僕が自己紹介でゴルフをやっていることを言った後、その友人、便宜上へとします、が話しかけてきたんです。それ以降親密な付き合いが続いていたのですが、大変切れやすいんです。ある時は、ウォークマンをしながら学校にやってきた A の音漏れが非常に大きかったので、音漏れうるさいぞ、と言ったら途端にムッとしました。授業が終わった後、廊下で顔にパンチをするふりをしてきたんですが、一日するとケロッと元に戻ってるんですね。それ以降も、何度もちょっとしたことで切れられたので、精神的に疲れて、自然と古本屋でも、そういった心のケアに関する本に手が伸びていました。おそらく、ピークルの性格は、そいつの性格を取得したものだと思うんです。この投稿に対し、アルスレミンは、1の状況はそれほど複雑なものではないと分析。なぜならその小人は、1自身だからであり。人間には本性と、それを抑える理性があるが、その小人は1の本性の部分で、無意識の産物だとのこと。また、続けて、
人間には、社会生活を営む上で、普段は理性の裏に隠れている、自分では意識しづらい感情が存在しており、この感情が、小人を作るということで表面化してしまっただけで、暴走しているのは一自身だという。そして最後に、ビークルを本性とするならば、それを抑えるための理性を司る小人を作り、その小人にビークルを叱ってもらえばよいとのこと。また、ドラえもん氏からは。川崎さん、ここにはおそらく心理治療のエキスパートはいないと思われます。つまり我々の許容を超えています。おそらくまだ軽度の強迫神経症だと思います。今のうちに病院に行かれた方がいいと思います。早くて3、4ヶ月で復帰できるらしいですよ。恥じる病気ではないと思います。この強迫神経症は多くの人がなりやすいらしいのです。頑張って復帰できる日を祈ってます。3、4ヶ月ですか。長いですね。精神的にボロボロの時に小人を作ったのがいけなかったみたいです。川崎さん、今のうちに行かないとちょいとやばいですよ。これらのやりとりを見ていたスレミンは、左肩がムズムズする谷が続出。これを見ている視聴者の皆さん、間違っても、肩に小人がいることを想像しないでくださいね。ここであるスレミンが、1の話はロバート・フック作、頭上の種樹、のストーリーと酷似していると指摘があった。そうなんですか。じゃあ、私の読んだ本もそれを元に書かれていたのかもしれません。ただし、副作用というか弊害に関しての記述はなかったように思います。もしくはあったとしても、そこを見なかったのかもしれません。おぼろげながらある記憶では、認識と学習における、という大学教授かお医者さんか、とにかく専門家の方が書いた本だった気がします。その中の自己催眠に関する記述の部分で、まずは呼吸法や催眠状態への導入法、そしていろいろな自己暗示の方法について書いてありました。また、イメージ力の強化と繰り返しについても盛んに書いてあったので、とにかく私も家に帰ってから繰り返し自己催眠をかけることに努めました。その結果が現状なんですが。ですが、その作者は、自分も小人を持っており、大体寝ているが時に目を覚まし、良き相談相手となってくれるのだ、と言っていましたから、何の不安も抱かなかったんです。事実、最初のうちは良き理解者として、左肩に腰掛けて、主に声には出さなくても、心の中の声を聞いてくれてそれに答えてくれる、というやりとりが続いてました。しかし、友人との喧嘩以来、その小人が本当に声を出すようになってしまったんです。実際には思い込みなんでしょうが、実際に聞こえますし、鏡を見ればそこにいます。周りの人に聞こえたんじゃないかと思って、ビクビクしてしまいます。やはり、ビークルの言う言葉は私の本音の部分もありますから、本音を相手に聞かれたような気がして頭が真っ白になってしまう時があるんです。左肩を見て直接見える、ということは滅多にないんですが、重みは感じます。自分自身、これは病気なのだとは思いたくないんです。正直、精神科には行きたくありません。46さんは、何か知りませんでしょうか。その小説のストーリーはどういったものですか。検索にかけても、題名しかヒットせず、内容がわからないので、よろしければ教えてください。あと、今日少し調べてみたところ、幻覚で虫が見えるという症状に興味を持ちました。どなたか詳しい方いらっしゃいませんか。自分では治せないんでしょうか。この投稿後、一からのレスがしばらくやみ。スレ内では、一に早いうちから病院へ行くことを勧める声が多く上がっていた。それから1時間後、ちょっとした発作が出ていたと1から投稿される。どうも、小人の声が鳴り止まなくなったようで、わけのわからない言葉で、1は罵り続けられていたという。とりあえず、大音量ヘッドホンで音楽を流していたら収まったと言った。また、数多くのスレミンから病院へ行くことを勧められた1だったが、精神科の通院歴を残したくないのだと言い、病院に行くことは嫌だという。さらに1は、自身が直感臓持ちであることを打ち明け、目を閉じて、色や映像を思い浮かべたり、音を想像することが得意だと言った。この直感像とは、瞬間的に見た音や映像を、いつまでも鮮明に記憶できる能力のことで、芸術家、レオナルド・ダ・ヴィンチ、発明家、ニコラ・テスラなど、圧倒的な才能を発揮した古今東西の重要人物たちも持っていたとされる能力である。また、神戸連続児童殺人事件の犯人である、榊原生徒も、この能力の持ち主だという。結構いろいろな本にイメージトレーニングとして色や映像を思い浮かべるというのがありますが、私の場合それは最初からできました。時々、実際に見ているものに、想像や記憶の映像が重なって一瞬戸惑う時があります。小人は鏡を見ないと見えませんが、鏡を見ないと見えない、と暗示をかけた覚えはありません。これは関係ありませんが、速読も得意です。目に残った残像を後から読む、という感じです。新書サイズの本なら、10分かからず読めます。こうした変な能力が厄介な事態を招いたんだと思います。
1がここまで説明すると、スレ内ではさらに多くのスレ民が、自分の肩に小人がいるような感覚に陥り、その一方で他のスレ民も、幻覚に悩まされる1を救うため、医療に関する文献ウアルを貼りながら、解決方法を模索していく。そして、あるスレ住民が見つけたウアルリンクの先に、非常に興味深い内容が載っていた。これはそのリンク先に載っていた文章である。イメージ力を向上させるためには、初めは簡単なものから取り組んで、能力が上がってきたら徐々に複雑なものへ移行していくことが大切である。イメージがはっきり見えるようになるまでには時間がかかるので、うまくいかなくても焦らないことである。何も見えないからイメージではない、どこに浮かぶものだろうか、色がわからない、鮮明じゃない、とかく論理的思考にとらわれている人はこのように考えて、自分の能力を抑制しがちである。しかし初めは、なんとなく感じがつかめただけでも満足すべきだ。イメージが思い浮かばなくても、その内容を思い込んで、その内容を強く思念することが大切で、そうして続けているうちに、色がわかり、それがはっきり見えるようになってくるものである。最後に、これは最も注意すべき点であるが、何をイメージするかである。オカルト思考の強い友人が、ある雑誌に載っていた瞑想を行い、自分の右肩前方に小人を感想した。そして、毎日訓練していくうち、目を開けても閉じても存在が感じられるくらい、はっきりするようになった。初めのうちは、その小人が、いい情報を与えてくれたり、使い手になってくれたり、良き相談役になってくれたものの、ある日突然、勝手な動きを始めた。否定的な言葉を投げかけたり、自分の行動や思考を邪魔したりするようになった。しかし、後の祭り、消そうと思っても消えず、ついに彼は気が狂ってしまった。間違った対象を自分勝手に、しかもエゴを満たすためにイメージしたのでは、必ずしっぺ返しが来る。イメージというのは効果がある反面それだけ危険性もあるのだ。ここはよく気をつけておいてもらいたい。この1と酷似する書き込みと、82が投稿した幻覚についてのリンク先の内容に、1がレスを投稿した。こんばんは。96さんの紹介してくださったホームページを見てみました。私が見た本の中でも、効果的なイメージトレーニングとして知られている、みたいなことが書かれていたので、一部では有名なんでしょうか。そして、96さんのページの制作者はカウンセラーの方だったのでメールを送って、情報提供やアドバイスをお願いしました。今その返事を待っているところです。次に、82さんの紹介してくれたページを見ました。私の今の症状そのものだと思いました。なんせ、幻聴、幻視、幻味、幻臭、幻触、すべてありますから。しかし、これはその本に書かれていたイメージトレーニングの基本としてリンゴを想像するというもので、自ら開発してしまったものなんです。要するに、頭の中でリンゴの色、艶、重み、冷たさ、味、匂いなどをイメージするんですが、もともと映像を想像するのは速読などで鍛えていたせいもあり、それ以外の匂いや味なども実際に食べているのではないかと勘違いするくらいに1週間で上達しました。そして目を開けて、机の上を見つめてそこにリンゴがあると想像することさえできるようになりました。ところが、それがあまりにリアルなため、実際に存在するのか、自分が作り出したのか一瞬わからなくなることもありました。ちょうどその時期から、小人の重さを感じるようになり、ちょっぴりひんやりとした小人の体温と、エコーのかかった独特の綺麗な声、そして鏡を見た時にはその姿もイメージできるようになったんです。とにかく、自分でこの能力を磨いてしまったというのが異例だと思うんで、どうしたらいいのかわかりません。もともと熱中しやすい性格だったので、一日中妄想を書く訓練をしたのですが、その時点で確かに頭は少しおかしかったみたいです。一の投稿を見て、スレミンがあることに気づく。それは、一の文章がだんだんと長くなってきていて、頭が狂い始めているのではないかということ。また、ネタじゃなければ病院へ行くべきだ。いや、絶対に精神科に行くのはやめた方が良い。通院歴は就職の時に差別されるよ。など、スレミンからのアドバイスは統一されておらず、多くのスレミンが好き勝手に意見している状態で。その後、これらのレスに1が回答を行った。160。すいません。なんだか、イメージトレーニングを始めて以来、頭の回転が驚くほどスッキリして、なんというか言葉ではなくイメージで考えが浮かび、それを説明するのに言葉が追いつかないという状況が続いています。小人さえ見えなければ、本当にいいことだと思うのですが。161。どうも、ありがとうございます。あのページ、最近は更新がないみたいなので、メールを読んでいただけるのかがいささか心配です。確かに、友人のことをそういう風には書かないですよね、カウンセラーならば。162。はい、行きません。最近は、だんだん状況が変わってきました。ピークルの言う言葉が意味不明になってきました。日本語の単語の羅列が続き、それに伴って猛烈な不快なイメージが流れ込んできます。
なんというか、糸がこんがらがったような、重い、動きにくい、痛い、といった抽象的な感覚を伴うもので、夢にまで干渉してくるようになりました。ひたすら、陰鬱なイメージ、雰囲気だけが続き、その中にピークルが甲高い声で私を罵り続けるのです。それと、手の爪の、白い半月の部分が、どんどんなくなってきてる気がします。人差し指と親指にかろうじて残ってるんですが、これは何か関係があるのでしょうか。一がこれらの投稿を終えると、爪の白い部分増加について、内臓や病気との関連を心配する声が上がり、さらには、ピークルの言葉がわからなくなってきた、という一の発言に、ピークルの言葉がわからないということは、一自身の深層心理だと思うから、自分で自分を信じられていない状態なのではないかと、考察を述べるのだった。これに対し一は、ありがとうございます。なるほど、内臓は確かにストレスでやられているかもしれません。すぐに下痢しますし。夜は、最近は2、3回は目覚めてしまう状態です。嫌な夢が多いですから。なんだか、そう考えると体が心配に思えてきました。幻覚の症例はいろいろ情報が本にも書いてあっても、回復例は全然記載がないので、治るのかどうか不安です。どうも。だんだん、深刻なほど陰鬱な気分になってきました。やばそうです。これら一連の投稿に、どうやら、一の残された時間は、そう長くないのだと、数多くのスレ民がそう思っていた。そして、この投稿を最後に、一は忽然とスレから姿を消すのであった。どうも、ご無沙汰してました。あれから病院の精神科へ行ってきました。軽い分裂病の恐れがある、という診断だったんですが、犯罪を起こすとか、そういうことはないから安心してください、とのことでした。不安になる気持ちが一番いけない、となんだか分かったようなわからないような説明でした。現在、分裂病に対しては根本的な治療方法はないらしいです。とりあえず抗精神剤をもらいました。未だに幻覚は消えないので、何も変わってませんが。最近は寝ようとして目を閉じると、いろいろな色が目の前にチカチカ浮かんでくるようになりました。これが、治る前兆なのか、症状の悪化を意味するものなのかはわかりませんが、とにかく自分の気持ちを落ち着かせて、気にしないようにしています。それでは最後に、ロバート・ブロック作、頭上の種樹、について紹介。俺が人を殺したのは、頭上にいるイノックに命令されたからなんだ。頭上に住み着いた小人に命じられるその男は、再び殺人を繰り返すのだった。全国のブックオフとかに多分売ってます。気になる人は読んでみてね。